どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、皆さんお待たせいたしました。キヨキヨの居候計画のですね、当選クランを発表したいと思います。はい、応募されたですね、応募いただいたクランは約250ですね。はい、約250このクラン、本当にご応募ありがとうございます。本当まさかこんな来るとは思わなかったんですよ。本当に40くらいかなと思ってたんですけども、ありがとうございます。ということで、早速ですね、まずクランを発表したいと思います。あのですね、クランを発表後、その注意点とか、お願いがあるので、そこ当選したクランは必ず見るようにしてください。はい、では早速いきましょう。まず第1部、5月9日に私がお邪魔するクラン、5月9日ですよ、いきますよ。そのクランの名前はじゃ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 ん、北中クラン。へー、おめでとうございます。どうもありがとうございます。北中、北中、北中かな、わかりません。動画いつも、見て参考にします。ぜひ来てくださいということで、ご当選おめでとうございます。私ですね、この当選方法はあのコメント欄あるじゃないですか。コメント欄をもうガーって下に、上とか下にスクロールしまくって、ダルルルってやって、ジョコンってやって指を刺したものにやっております。はいはい、おめでとうございます。あのですね、ぜひとも、北中クラン、北中クランの方は最後まで動画をご覧ください。はい、ではそして2つ目の私がですね、訪れる曜日はと言いますと、5月16日に訪れるクランをこれから発表していきたいと思います。5月16日に私が、お邪魔するクランの名前はじゃ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 ん、チーム暗殺教室さん。おめでとうございます。どうもありがとうございます。チーム暗殺教室さんですね。投稿者さん、富士さん、ありがとうございます。このクランの方もぜひともですね、最後まで動画をご覧ください。そして最後のクランでございます。ですね、皆さん、本当にね、見てる方、なんで救急当たんねえじゃん、どう思う方、ですね、まだ、第2弾、第3弾の、iTunes カードとか T シャツとかのね、あれもあるので、まだ諦めないでくださいよ。はい。では、いきます。3つ目のクラン、私が訪れる日にちですと、5月23日に私が訪れる、クランですね。はい。そのクランの名前は、じゃん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 、渡辺べさんのクランでございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ということで、お願いします、お願いいたしますということで、はじめさん、ご応募ありがとうございます。ということでですね、このクランの3つの方のクラン、本当にご応募ありがとうございました。そしておめでとうございます。ですね、私が、先ほども申し上げました通り、5月の9日、16日、13日、要するにですね、5月の第1、第2、第3土曜日を使用しまして、クランに訪れたいと思います。その私がクランに訪れるにあたって、注意点は、ですね、まあ、注意点というか、お願い、一つのお願いなんですけれども、私ですね、今、見てください。593しかないんですよね。私ですね、まあ、その稼ぎ方は、まあ、ちょっと、生産しつつ、稼ぎたくなったら裏リーグに行くっていう感じで、ちょっと毎回、いつもやってるんですけれども、593しかないんですよ。クランのね、そのトロフィーポイントが。なので、私がですね、5月9日、16日、23日に訪れるクランのですね、方々、すいません。必要なトロフィー数をですね、リーダーの方に、その教えて、リーダーの方に言ってですね、必要なトロフィー数を、まあ、400ぐらいにしていただきたいなと、まあ、ゼロでもいいですよ、ゼロでも全然構いません、にしていただけると助かります。はい、ですね、はい、それぐらいかな。あとはですね、私がそのクランに訪れた時にね、まあ、動画とかにしたいと思いますので、まあ頑張りましょう。ということで、クラン戦をね、私たちがその、チーム暗殺教室さん、そして渡辺ベーベさん、そして、最初の北中クラン、北中クラン、この方のクランに参りたいと思いますので、クラン戦もですね、ぜひとも頑張りましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。またですね、第2弾、第3弾の、当選発表も楽しみにしていてください。ご視聴ありがとうございました。